ップが、このリップめっちゃフッ素の味する。本当にめっちゃ味付きのフッ素の味するんですよね。おお、甘めのフッ素の味する。こんばんは皆さん。10月9日20時からは非公式チャンネルで12期生1周年スペシャル見てください。青りんごだ多分。こんばんは。やっぱり髪色がね、もうこの電気かな、電気と髪質ですかね。ありがとう。こんばんは。美味しくない。サラちゃんこんばんは。飛行機楽しみ。え、どういうこと？何？何何何何？何？飛行機が何何何？飛行機乗るってこと？こんばんは。ね、めっちゃさ直前配信多分被ってる。わかんない、何時からなんだろう。被っちゃってるかもしれない。こんばんは。てるみありがとう。お花ありがとう。こんばんは。なんだ、待ってたよ。ありがとう、待っててね。やだ、ありがとうございます。一旦落ち着きですね、これで。一旦落ち着きですね。皆さん、私の触覚の成長スピード分かりますか？もうここまで来ました。いつの間にここまで来たのかって感じでしょ皆さん。私がずっと、まあ、新しいのいますけどずっとここにあった触覚、ここまで来ました。もう時の流れね、これここまで来ちゃいました。気づいたらちょっとまた増えてた。こんばんは。おじい、ありがとう。早いね。触覚今2段階ありますね。こうなってる今。ちょっとなんかね、巻き取れちゃってよくないけど、こうなってるんですよ今。急なスクショタイム。急に来るから、みんな。あの携帯で見てる人とかは、あの常にスクショのボタン構えといた方がいいよ。スクショしていいとは言ってないけどね。え、そうなの。成田でね、綱引き大会やったの。あれね、本気でね応募しようか迷ったんですけど、まあ無理だよね。無理だよね。日にち的に無理だった。てかまず体的にも無理だった。無理だった。さあさあ、こんばんは。そう、飛行機と綱引きする大会があるんですけど。めっちゃ参加したかった。めっちゃ参加したかったけど無理だった。いろいろと無理な感じだったね。こんばんは。いつか元気だったらもう一回開催してもらっていきたいと思います。こんばんは。背面タッチでスクショ設定してるから、いつでも準備 OK。 こんばんは。あなた可愛いがすぎぞ。すぎぞ。
ありがとうぞ。こんばんは。こんばんは。何人くらいいれば飛行機を引っ張れるんだろう。え？誰かその道のプロいますか？誰かいますか？お、虹ありがとう。おつ虹。おつ虹。おはにじ。サータンの握手会に行ったら実質サータンと綱引きできるってことですか。綱、綱って持ってこれる？綱を持ってこれるならいけそう。こんばんは。22さん、こんばんは、こんばんは。押していいってこと？こんばんは。え、もし小学生の親子しか無理？あれ？無理なの？あれ本気でさ、あの見たときさ、応募しようか迷ってたんだけどさ、まずまず無理だった。小学生と親じゃないとダメだった。ちょっと小学生募集中ですね。こんばんは。ビームとか小学生でいけるかな。こんばんは。300人いれば女性や子供や女性でも引っ張れるらしい。かわいい飛行機。300人の子供にさ、引っ張られてる飛行機めっちゃかわいいじゃん。何？何その状況。こんばんは。今日もかわいいね。ありがとう。じゃあ来年はビームと行くか。でもその頃にはもしかしたら13期で小学生が入ってるかもしれない。あ、でも12期の時もう小学生ダメだった。もしや中学生からだったか。中1なら大丈夫そうだね。前髪揃えた。え、今日前髪ちょっと長くて、だから非公式の収録なんか前髪長いんですけど、ちょっと気持ち巻いたんですけど、あんまり。こういう時ハの字にすんの。あ、あ、できない。ハの字できない。え、無理無理。平行にしかさ、眉毛移動できないんだけど。何やってんの。何やってんのよって。ん、どうやってさ、内側だけ上げるの。え、もどかしい。もどかしすぎじゃないこれ。めっちゃもどかしいじゃん。顔変になる。無理だ。私のハの字への挑戦無理でした。無理でした。本当に困ればいいんだ。無理。無理だ。目をつむる感じでやってみてください。どういうこと？うん。ブサイク。ブサイクすぎる。どうしよう。どうしよう。私寄り目できない。寄り目。真ん中。鼻を見る。鼻見て上を見る無理じゃん。鼻見て上見るの無理じゃない？どうすればいい？無理だ。消えちゃったよ。
一体何のチャレンジ。あのね、最近ね、女の子のハの字眉毛がめっちゃ可愛い、困った時にハの字に眉毛するのめっちゃ可愛いって自分的に思ってて、やってみたいんだけどできない、無理だ。あ、変なんだけど、どうしよう、変だった。自分がやったら、ハの字が似合う顔っていうのはあるのかもしれない。アニメで言えばブルーロックエピソードなぎも見た。え、映画見たよ、見たよ。てかシーズン2めっちゃいい、めっちゃいい、本当にめっちゃいい。もう上がる。あーと、ありがとうございます。わかんない、 TikTok でなんか流れてきたんですよ。友達が撮ってるみたいな動画でハの字しててかわいい、かわいいと思ったら自分できなかった。どうもありがとうございます。守りたいこの笑顔、ありがとうみんな、そのありがとう。変だってことだよね、わかった、心に刻んで一生やらないよ。300回目ありがとう。こんばんは。ハートありがとう。ハートじゃない、星ありがとう。本当に何回挑戦するの。でもさ、なんか一回決めたことはさ、最後までやりたいじゃん。最後までやりたいのに。お、こうやってこ無理でした。待ってたよ、ありがとう。サラも待ってたよ。こんばんは。そういえばサイン会じゃないです。あ、サイン会じゃない。特典会。危なかった、今なんでとこないんだろう。特典会。皆さん来てください。こんばんは。あ、書こう。あ、またウェルカムコメント遠隔の忘れ。もう。あー、絵文字出すの忘れちゃった。やばい、今日。今日やばいかもしれない。最近私がハマってる絵文字はこれです。給食のお姉さんみたいな感じ。これハマってます。もう何も意味なくこれ使う。おはよう給食のお姉さんみたいな。行くとどんな特典が待ってますか。え、もう会えることが特典じゃないんですか。え晩ご飯食べました。今日はちょっと帰ってくるのが遅かったのでお弁当買ってきちゃいました。曲がりの申し込み期間は11日までです。ぜひ来てください。みんなぜひですね、もう一回来るよって、もう来るよ買ったよって方は、あれもう一枚必要かもなって気がしてくるかもしれないから、もう考えてください。そういう人もね、そっか待ってるよ。昨日の新衣装は10月は着ないんですよ。11月に着ます。で、そう11月に着る。10月はコスプレと生誕 T なんですけど、これはね、ちょっといろいろ事情があって仕方なくて、飛行機の話してると、ありがとう。ありがとうね。待ってるよ。サータンが茶髪に見える表面だね。うん。こう本当にそう。
でもよくない？なんか合法、合法髪染めじゃない？イエイ、こんばんは。うん、名古屋待ってるよ。さっきふゆぴさんがサータンとのワンコさん動画をストーリーあげずな。ふゆぴさん、あれ使われないと思ってた。使ってくれたんですか、ふゆぴさん。イエーイ、イエーイ、いつもありがとうございます。もう毎回握手とか終わった後もっと撮っとけばよかったって後悔しちゃう。後悔したら遅いじゃんか。後悔、後悔しちゃダメだな。ちょっともやし茹でてた。平和、ちゃんともやし水洗いしてから茹でてます。セダチ 3枚買ったって。すぎょすぎょ。あ、聞いてください。ちょっと今日の朝からようやく、ようやくグッドラック見始めました。見始めましたって言ってもまだ20分ぐらいしか見てない、見れてないんですけど、ちょっと見ました。こんなに上がるんですね。なんかそのさ、なんていうの、今まで私が使ってたサブスクじゃ見れなかったんですよ。で見れるようになってようやくね。でグッドラック見てるんですけど、もうなんか最初に20分しか見てないのに、なんかいろいろと登場しすぎて、はぁーって。しかも推しメンも映ってました。なななななな、めっちゃなんか多分なんだろう、グッドラックを飛行機好きで見てる人の方が絶対楽しいんだろうなって分かった。その多分きっと飛行機とか知らない人が見ても面白いなってると思うんですけど、もうしかも ANA だからさ、多分 ANA さんが協力してるのかな。 ANA さんめっちゃ出てくるからさ、上がる、上がるよ。こんばんは。CA サータンは社名会の立ちだけの、うん、そうだね、そうだね。でもショールームはするよ。ダメか、ダメかな。嘘、もやしはそのまま。え、そうなの、洗ってた、いつも。こんばんは。ウトラック、ウトラックめっちゃいい。飛行機やばい。好きなことは早口になる。推しメンです。サタン見ると飛行機に乗りたくなるのはなぜ。もうそれはなんか濃い。濃い飛行機に。こんばんは。大丈夫だよ、無理してないよ。デパーチュアって曲？何の主題歌的な？お誕生日おめでとう、ありがとう。あ、そうなんだ、最近は。そうなの。あ、だってさ、もやし洗わなくても綺麗だけど、使用前にさっと水洗いした方が風味よく食べれます。よし。よし、こんばんは。よし、聞いたかい、みんな。もやしはさっと水洗いだよ。グッドラックの一番いいところに流れるメインさん、もしかしてさ、てっ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 てやつ。あれ、あれ、もしや、あれ
なんかさ、TikTok でさ、その音源使ってるさ、動画とかさ、前あってさ、何の曲なんだろう、 ANA の曲なのかなみたいな思ってたんですけど、もしやそのこと？デパーチュア？デッ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 デのやつ嘘？それなの？あれめっちゃさ、なんか壮大な感じしてさ、素敵。21年前なの？生まれる前だ。それ？てっ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 て、水分の時代に戻ったらあれやりたい元気だよ、すご、自転車乗ってる豚、うん、これ自転車え自転車乗ってる豚だ。あ、みんなレベル上がった。ありがとう。こんばんは。てっ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 て。こんばんは。こんばんは。こんばんは。てってってじゃなくて。てっ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 て、一人だけ言ってしまう。あと、ありがとうございます。まあ ANA の組あるよね、あるよね。昨日の哲学者の本番中の裏話をすると、昨日見てたんですけど、昨日じゃない、今日だ。見てたらさ、 2B の、ん？待ってね。君のことを想像すれば幸せになれるんだの後、あ、暗闇はそうの後に、こうやって全員でこう集団行動みたいにこう交差するところがあるんですよ。あそこを定点じゃない普通のスイッチングのやつで見ると、サーヤさんがめっちゃ笑ってるんですよ。気づいた人いますか？サーヤさんめっちゃ笑ってるんですけど、あのですね、リハとかの時は全く誰とも目が合わなかったんですよ。なんですけど、本番になって急にサーヤさんがめっちゃこじみで笑ってるから怖かったです。めっちゃ笑ってた。こんばんは。あずもありがとうございます。あそこすごいですよね、めっちゃ綺麗に交差する。あずもありがとうございます。昨日楽しかった、久々で。いや、私わかんない、私の顔が面白かったのかもしれない急にさ、ダイヤさんがさ、こっち見て笑ってた。へへへってなった。おりりりりー。舞台のサータンは生き生きキラキラしてた。シャッフル公演出たい。こんばんは。怖いって見ました、私。怖くないですよ。こんばんは。いや、だから無意識に変顔しちゃってたかもそうかも。本当にこんばんは。本当にこんばんは。それが裏話です。あとはね、
あでもその4曲目チーム曲4曲あって、4曲目でさくらさんと私が出てくるんですけど、そのまそれまでさずっとね端っこで2人で待機してるんですけど、楽しかったこんばんは。待機してるだけで楽しかった。こんばんは。なんかさバブルにさお休みをくんないとさ、なんかうわっくんなかったーってなっちゃうからショールームもちゃんと53分ぐらいにやめないと。こんばんは。ありがとう。いつもありがとうございます。ずっと待ってました、さくらさんと。おやすまですよ。本当におやすまですよ。でもなんか昨日はモニカンもうすごかったらしいです。ありがたいです。バブルの返信も数増えたから返信読むの大変なんで、全然なんかねバブルは本当に返信が見やすくて、メールはこういろいろね複雑でね見づらいっていうか、まあ、まあ、結構見るのに時間を要するんですけど、バブルはもうさささささってすぐ見れるから結構見やすいよ。どっちも見てるけど、ありがとうございます。てかなんならメールはですねこう夜中寝れない時とかに、あ、メールの返信そろそろ更新されたかなって見る。寝る前に見る。でバブルはその都度見る。でメールは夜中に見てる。こんばんは。メールの返信は開業されないって聞いた。あ、そうなの。そうなの。バブルは本当にいいツールすごいありがたい。バブルすごいありがたいです。バブルめっちゃ楽しいし、普通に例えばさ、まだこんな使い方したことないですけど、なんかさ勉強で分かんないことがあったとするじゃん聞いたらすぐ帰ってくるんだよこれは使い方したことないですけど、よく考えたらねすぐ帰ってくるんだよ。メールで聞いたらさ夜中まで待たないといけないけどさ、バブルすぐ帰ってくるの。こんばんは。え、開業できないんだ。うわ、何も気にしたことなかった。どっちか一つだとどちらがおすすめですか？バブルかな。バブルのがおすすめです。個人的に。なんか声と動画が送れるのが結構でかくて。でかい。結構でかいです。まだ出てないけどね。
確かに変身する側はね、そうだね。そう、動画ね。とか例えばその私が送りがちな動画はストーリーに載せようと思ったけど、なんかストーリーに載せるにはちょっとなんかんって感じの動画そのまま送っちゃったりするんですけど、めっちゃねなんか無駄がない無駄がないです、本当に無駄がなくて素晴らしい。こんばんは。バブル電話もいいよね。サータン配信はしたことある？バブルの配信はねしないね。バブルの配信は音声だけ、だから電話ですよ。電話だけしてます。なんかやっぱショールームと違いつけたいなと思うから、顔を出す配信はショールーム、ラジオみたいに聞き流せるのはバブルって感じにしてます。なんか電話も24時間以内だったらアーカイブ聞けるからいいよね。あ、ありがとうございます。すごくいいです。最初さ、バブル始まる時とかはさ大丈夫かなと思ってたの。なんかもっと難しいと思ってて、ちゃんと使えるかなとか思ってたんですけど、もう慣れてもう楽しい。特典会出れます。来てねー、こんばんは。サリウムありがとう。私がアイスいつから禁止してるかわかりますか？全然食べてないんだよね、あれ以来。なんかもうアイスコーナーとかに行かなくなって、たまにねこうお買い物行ったりした時に、あれあれなんか若干アイス食べたいかもって思うんですけど、あ、禁止してたんだってなって避ける。でも全然苦じゃないの。なんで？バブルはね、こっちに制限はないよ。送り放題。え、そうね、いつから禁止してるか誰かわかりますか？もう結構さ、禁止してるんだよね。ね、やっぱりそうだよ。アイスって一日食べないと本当に全く気にならなくなるよ。全くもって9月26、え、もう10日ぐらい経つじゃん。人間アイスなくてもいいんだ。聞いてる？聞いてる？お兄さん聞いてますか？お兄さん聞いてますか？私は1日1アイス警察なので、家族の中で聞いてますか？お兄ちゃん聞いてますか？一回やめたらいいんだよ。こんばんは。もうね本当にね全然大丈夫。まだまだアイス禁止は続けるの。これさ、いけるんじゃない？全然なんか全然いけるかも。正直なんか大丈夫、大丈夫だ。冷凍庫ないです。あ、聞いてないやつ絶対見てないですけど、こうねお兄ちゃん今アイス食べてますって。アイス食べてますわ、普通に。聞いてますか？待って、誕生日にアイスケーキされ食べても、あ、用意されても我慢する。どうしよう、今年アイスケーキにしようか迷ってたんですあれやばいやばい、
待って、まあ誕生日出てきたらもうそれはそれで禁止終了ってことで。あずきバー食べたことないけどアイスだよそれはね。待って、いやでも全然大丈夫かも。ぜひアイス止まらないよ、アイス止まらないどうしようって人は一日やめてみてください。甘いもの自体ほとんど食べない。いや甘いものは食べてるよ、グミとか食べるよ、毎日ではないけど。最悪。お兄さん本日3個目のアイスって言ってます。聞いてる聞いてる、アイスは1日1個。これ多分今聞こえてるはず、聞こえてると思います。もうさおかしいよね本当にアイスはさこうお風呂上がりとかにさ1個食べるだけでいいんだって。聞いてる？アイス1日1個。よし、もう食べてるから遅いんだけどさソフトクリームはアイスに入りますか？入りますよ、それは。それはね、入りますよ。あ、ごめんね、イヤホンの方。本当にさ、1日1個。ダメだよ。なんでさ、そんな食べるの？なんでそんな食べるのかな？今のお餅はあ、雪見大福は和菓子ですよね、アイスです、アイスですから。液体凍らしたやつはアイスですよね、アイスです。バナナを凍らせたのはアイスに入りますか？それはバナナです。こんばんは。ね、バナナ凍らせたやつめっちゃ美味しくない？めっちゃわかるその気持ち。私バナナ凍らせたやつめっちゃ好きなんですよね。なんかバナナとは、ま、なんか普通の常温のバナナとは違うんですよ、味が。ちょっとめっちゃ美味しい。そんなに言うんだったらサータもグミ1日1個だからね。うん、私はもうちゃんとね1日1個とか決められるの。1回で2個食べても1個扱いだよね。2個だわ2個だわ。それはもやし凍らせたのはもやしだよ何もやし凍らせたの食べるの？冷凍みかんは苦手ですめんどくさいでしょ。冷凍バナナは好きなのに冷凍みかんは嫌いなの。なんかみかんじゃない味がする、プラスチックみたい。箱アイスは1箱で1個だよ。違うわ。待って、やばい、団地を見ます。13位刀、12位猫2匹、11位サータン、10位女の子、9位ボブ、8位ひよこ、7位魔法使い、6位サータン、5位メロンソーダ、4位サータン、3位お化け、2位バツマル、1位かしわ餅。
ちょっとちょっとみんなサーターアバター使わなくなっちゃって、な、待って待って、 1,2,3,4,5 人しかいない。あ、嘘、6人いた。6人しかいないじゃないの。あ、7人だ。7人しかいない。ま、次の配信ではもうちょっと増えてることを期待したいと思います。7人しかいなかったんですけど、7人ありがとうね。ということで、バブルにお休みを言うので、さようなら。